これが簡単だったら何度も言いますけど、このセミナーには来ていただかないということと、僕の中では、かなり簡単なじゃないとちょっと危ないです。でこれをでも超絶コンテストといって、本当に僕が弾けないやつをコンテストに出すと多分誰も参加してくれないという、問題が目に見えていたので、参加しやすいチャンスがあって、しかも1箇所2箇所弾けないんじゃないかという部分があるという曲はこれだったので、このフューチャーデスティネーションという曲を選びました。でも非常に分かりやすい曲になっていまして、まあ僕の中では非常にこうギターというよりは歌のメロディーを曲にしたような感じです。ね、テールル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 ル、バラードみたいになるような感じなので、フューチャーデスティネーションという歌を作ってやろうかと思ってるぐらいですから、またそのインストゥルメンタルとは違う、そうアレンジなんですよね。音楽っていうのはアレンジで、例えばこの曲もテステテレレみたいな曲になればちょっとこうファンキーになるし、で僕の、一番自信のあるジャンルってやっぱロックですから、やっぱロックのビートっていうのがこの8ビート、これ説明するときにちょっと邪魔だからディレイをカットします。なんかないです、これで一つ説明します。これがね、僕がかっこいいと思うロックンロールというかな、ロックの、ビートである8ビートです。何が違うか、4ビート4ビートですね。で16、これが16ビートの感じです。ということはその間の、このやっぱ一番乗りやすい感じのビートを選んで、ロックンロールというその8分音符をで刻んでる音楽のことをまあメインに言っているわけです。16ビートとか4ビートのロックもあるんですけど、基本のやっぱビートっていうのが8ビートになっています。これが一番分かりやすい例としてはですね、ドラムね、ドラムの人はいないかもしれないですけど、たまにドラマーの人も参加してくれていますが、8ビートというとですね、ドッチャ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 みたいな、このバスドラムっていう踏んでるやつが結構その変則的に入ってるんですね。ドンドドン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 ってなるんです。これをまあギターで例えると、この下がバスドラムだとすると、でこれがこれ高いのがスネアドラムする。みたいな感じになっています。このドドっていうのがね、8分音符なんですね。これがないと、これ4ビートです。ジャンドンジャンドンジャンドンジャン。これだと全然ノリがなかなか出ないでしょ。同じことやってても、なります。このちょっとね、聞いてて感覚的にこうつんのめってる感じとか、ちょっと前にそうですね、早く入ってる感じとかが、シンコペーションといって、この、ロックには重要な、はい、わざと、ビートの縦の線を外すことによってうねりが生まれる。このねシンコペーションっていうのをすごく重要視して弾かないと、こういう曲っていうのはいわゆる走ります、いわゆる走るという曲にちょっと走ってしまう。ただ、すごい人が、走ってますねって僕でも言われるんですけど、走るっていうのはですね、ちょっとその人が勘違いしてるなと、シンコペーションを聞いて僕が結構突っ込んでるように聞こえてると思うんですけど、シンコペーションは前に突っ込まないといけないものであって、走ってしまったらですね、そのまま僕が例えば曲が早く終わってるとかね、そのそれはすごい才能だと思うんです。だから曲を聞いてないですから、それがそんなことはないのに、大体走ってる人は何を言ってるんだと思って、やっぱりシンコペーションの結構前に突っ込んでるようにやっぱ聞こえるみたいで、ああこれどう説明しようかっていつも悩むんですけど、でもやっぱりそのシンコペーションっていうのはむしろ突っ込んでる感じが重要なんですね。その早く聞こえるっていうのはやっぱちょっと早めに入ってることが大事なんで、ジャストミートでシンコペーションしちゃうとやっぱりそれもあんまりスピード感が感じられないですから、そのね、人間の感覚的なんですけど、そのシンコペーションで入った小節の後の、次のビートをしっかり安定させるっていうのもよく考えておかないと、ずっと前に走ってしまう、それこそさっき言ったちょっと早く曲終わるっていう天才的な能力を持ってしまうので、そんな能力はいりませんから、そこのことを踏まえてこの曲はずっとね、この曲シンコペーションなんですよ。
言うと全部裏でじゃ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 なんですね。ということは裏ってことはやっぱり前に入っていますから、この感覚を維持しながら弾くという。だから実はシンコペーションするときにこそ大事なのがこれ安定したビートなんです。じゃ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 んってなるんですね。この感覚を持ってないと全部じゃじゃってやってると、めっちゃ速くなります。それは走ってるです。その感覚っていうのを、身につけながらやってもらうと。で、まあ、その譜面を多分ちょっとあるんですね。ちょっと暗い、この時はほんじゃすいません、暗いんで電気をつけてもらっても大丈夫です。今日は授業みたいな感じでね。どうも皆さんの改めまして明るくなったらどうもどうも お子様もね参加していてありがとう。お子様の耳にもいいですからお父さん大丈夫ですよ、うん、前までバコンだったんで子供に気の毒でしたからね、はい、子供寝るというね。はい、ちょっとちゃんと見てやりましょう。なんか昔の MI にいるような感じでいいですねこれね。MI の学生よりもやる気を感じさせるのはなぜかというと、皆さん自分でお金を払ってきてくれてるんで、はい、別に習いたくねえしみたいな空気の人はいないと思いますから、ぜひギターを弾かない方も、はい、今後の何か人生に役立つことを僕は言うかもしれませんから聞いていてください、はい、まず最初のイントロのところなんですけど、やはりこの、形、フレーズの形っていうのが見て分かっていただける通り、まあ五線譜で見るとちょっとこう山になって下がって山になって下がってっていう形なんですけど、タブ譜というこの数字を見ると、7、5弦ね、7、5、9、という形がね、実は決まっていまして、数字だけ追っちゃうとそれこそこのように、こういうふうに弾くこともできるんですけど、もうある程度ギター弾いた人であれば分かってもらいたいのが、そのコードに対してのコードトーン、ドミソみたいなもんですね。の言うとドミソドミソのところを、これ E マイナースケールという暗い単調ですね。これのこっちで弾くのもできます。ただ僕の形がこの三角形の形ね、こういうティリリ、うん、まあティリリと、ここで三角形を描くような、これ斜めですけども、この三角形の形を、そうですね、この見る見ないというよりは形、手のフォームっていうのを、自分の感覚で覚えてほしいわけです。僕はもう正直そのギターのネックっていうのはあまり見てギターを弾きません。それはもう体にこのネックの感覚が入っているからであって、決してその見ないで弾くことがうまいんだとか、そんな素人のようなレベルで考えてはいけないとよく言われます。ケリーさん本当にネックを見ていませんね、やっぱりすごいなって。そんなんじゃなくて、ネックを見ても僕はいいと思うんですけど、その見なくてもね、やっぱりできるようになってきます。ギターのこのね、急に朝起きたら急にここが太くなったりしませんから、だいたい形が一緒のギターのある限りは自分の体の一部としてこう弾けるようになります。この、フォームをね、やっぱ崩さないっていうことを考えてほしいんですね。どっちかいうとやっぱりみんなね、この芋虫のようにこうこうね、こうね、こうバタバタこうしてしまったり弾いてしまいます。この、感覚をよりここに吸着させてるかのように、本当にこう動かない、この感覚、このわざとねこうバタバタするのは大事なんですけど、本当にこう感覚が、研ぎ澄まされてくると、このようなこのクロマチックの音も、ね、ほとんど動かなくても音が鳴るようになります。動いてないように、ように見せる方法です、これ。うん、これはまたちょっとしんどくてですね、動かないようにしてるので、動くなよという指令をものすごい出しますから、実は疲れるのです。普通人間ってこうなります。でもこうここまでこう集中できるようになると、研ぎ澄ますことができると。でやっぱりギターの、この左手で重要なのは、僕はここのあたりにね力を込めるという感じですね。ここちょっとね、最初はちょっと痛くなってもいいぐらい、手の甲のところにしっかりとこうした安定感を持ちまして、これがないともうちょっといい加減に指が動くので、ここで固定するというか、しっかりこう指の
支柱の部分を固めてしまってなります。このようなスムーズな動き、人差し指が先行している場合もありますし、小指がありますけれども、基本的には僕はこの人差し指を基準にして、まあ、大体のギターの演奏をしています。誰でも人差し指って一番よく動く指なので当たり前かもしれませんけど、ただそうしたらこの7っていうのは人差し指から始めるんじゃないですかということではなくて、この譜面を見たときにこういう動きであればやっぱりここのまで動くってことで、この手を合わせたときに何が一番近いか、めちゃ薬指が長い人はこれでもいいかもしれませんけど、やっぱり基本的にこの三角形を作るっていうのを、基本に考えてください、はい、これがね、まず大事なところで、極力無駄をなくすと音が綺麗になります。なぜかというと音符の長さがやっぱり重要なので、結局この8分音符っていうのはギリギリまで次の音を鳴らす、これがこうなっちゃうと、これになるとですね8分音符まで行ってない音になりますね、普天16分音符とかそういう感じになりかねないので、やっぱ音を伸ばすときはしっかり伸ばす、はい、切れるときは切るとか、そういうことを考えて、音符を伸ばす、ことを、心がける、忘れないにして演奏する。そして、フォームをある程度しっかり形を決めてしまう。でこの、最初のリズムは、8ビートと言いましたけど、3つ取りですね。てて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 、ワンツースリーフォー、てててててれれてれれてれれってなってます。これ4つで取ると、てててれ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 とピタリと合うんですけど、この3つで取ることによってちょっとずつ前にずれている感じが、これもシンコペーションのイメージで、だからこれも4つを取ってる状態で弾き、このって弾けないとスピード感は出ません。こういうのもしっかりと自分がどういうビートを感じながら弾いているのかっていうのをコントロールできてないと、結局のところどのように弾いてもちょっとぐちゃぐちゃになってしまうです。だから聞いてる人たちにより伝わるためには安定したビートを人に理解してもらわなきゃいけないので、特にドラムっていう楽器はそれが一番重要なんですけど、でドラムに乗っかってるからといって僕らは適当ではなくて、ドラムのビートに体をしっかり合わせて、それで8ビートを弾いてるとか音を3つで取ってるとかいうのを考えるっていうのは大事だと思います。はい、これイントロね。イントロだけでめっちゃ時間かかってしまうので、もうこのイントロはこのぐらいしておかないといけないという、まあ、これ最後も出てきますので、この美しい見た目をやるために、自分での手をしっかり鏡で見てみたりとかですね、自分 の今でもそれこそ iPhone とかありますから映像を撮ってみたりとかするのはとっても大事です。自分の演奏をちゃんと見ないというのが一番良くないです。これね、まあ、なんていうかな、見たくない気持ちもわかります。あ、良くないな、これ多分良くないだろう、消去みたいな、そういう弱い心をなんとか直してですね、今の良くないところは何なんだろうっていうのをかなり自分に批判的な方がですね成長すると思います、うん、僕は、人に言われる自分が一番厳しいのでですね、あんまり人にこうなんかここ上手くないねって言われても全然気にならないです。もっとだからダメなとこ分かっていて、あ、ここはやっぱ分からないんだなっていうところもたくさんありますし、いつも言ってるんですけど、やっぱ 100% の演奏をね目指してるんですけど、もう1回もないですからね、うん、9割っていうのは絶対嘘つきになりますから、まあ、80% ちょっとぐらいにしとこうかと思うんですけど、その 80% の演奏を 100% に見せるってことはやはりその安定感につきますから、とにかく安定させるっていうことを考えるには、今イントロだけ教えましたけど、そのイントロだけちゃんと弾けることよりもまず全体をしっかり見通して演奏すること、そして自分が弱点となるところをやっぱり克服するには繰り返すしかないという練習の方法です。これはもうね、いくつになっても全然練習方法は変わらないんですけど、まずでもイントロとかやっぱ最後を決めるっていうのは当たり前ですけど、とっても大事です。まあ何よりも最後がね、最後が決められなかったら全て人生が終わると思ってください。これはもう僕のせいじゃなくて、もうその格好悪さたるや半端ないですから、もう次のライブのためのリハーサルだなみたいなぐらいの前向きな気持ちにならないと。はい、まあいいかなみたいな、そこも、切り替えの大事ですけど、なぜダメだったかって言ったら絶対やっぱり迷いとかね、気の緩みが出てしまう。最後の音をバシッと決めて、覚えさせると、そしたら最初にめちゃ間違ってても結構大丈夫だったりしますから、だからその流れをねうまくコントロールするっていうのは大事です。でその流れっていう意味で、そのイントロの後のメロディーのところがあるんですけど、
ね、今僕は適当に弾いているように見えますけど、こんな風にならないです。多分普通に弾くと、もっと普通に初めて結構上手くなった人が弾きます。みたいな感じね。これがね、ギターが、悪い音だと言われる理由に、あんまいい音に聞こえないのはですね、やっぱり左手で結構歌わせるって僕はよく言うんですけど、あのピッキングっていうのはもちろん押さえて弾く楽器ですから、押さえて弾きます、でですね、この、繰り返しなんですけど、何よりも、まず弾くことに必死な状態ですから、もちろん音をよく弾こうなんて思える余裕はないです。そういう人たちはまずちゃんと弾くっていうことが大事なんで、左と右がぴったり合ってればいいと思います。で次に余裕が出てくると音符の長さを気にすることがやっぱりできるので、そのタラララタラララララララと8ビートを感じながら、ずっとどのぐらいの音符の長さか、これね今8ビートで僕全部弾きました。これを、この休むやってます。この音符の長さを今みたいに体の中ではちゃんとこうデレレレって感じながら弾くっていうのが、あの僕が思ってる歌心という感じになります。プラスあの心を伝うやっぱりビブラートですね、拳とか節回しになりますけど、この、ビブラートのやっぱり余裕は心のゆとりというのがもろに出ますから、緊張してるとこのちりめん風というこれね、もう聞いてる方がドキドキするという、この人は大丈夫か心がと、で目がもうキョロキョロ泳いじゃったりですね。そうならないためにはやっぱこう余裕が、はい、チャカっていう音はね、チャカっていうのは僕の中であそこ16ビートを感じさせてる。でデレレデレレ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 ってやってます。この16ビートってのはまた早く見えるでしょ。うわ早いと、早いんじゃなくてですね、この速さよりもこの感覚でキープできるっていう持久力がいります、これちょっとだけ速いのが誰でもできます。これバーってやればそれをキープすることです。こうで僕今聞いてもらって分かる通り、頭が大きい音これ、ね、全部こうじゃないですね。これだとねグルーブが出ないんです。この頭だけで、あと軽くこういう感じでテクテクテクテレレレテレレレアクセント出すとか、こういうアクセントを出してまたみんなのこの聴いてる人の気持ちをおっとさせるっていうのも、これテクニックになりますので、このようにですね、今ただメロディを弾いてるかのように見えますけど、僕が一番難しいと言ってるのはここの部分です。そのいろんな人の聴いて思うのは、ニュアンスがうまく出てないなっていうのがメロディーをただ弾くところ。ただ弾くと今みたいにやっぱりなってしまう。これでもすごい上手いんですよ。上手いんですけど、やっぱりこれ以上もう一つやっぱり人間の心を伝えるために技術で必要なのがビブラートと、そのチョーキングとかのテクニックになります。このペンタトニックスケールっていうのはロックの人はみんな知っているね。このこれもこれちょっとですよ、ちょっとこう、わかりますね。ちょっとウニウニさせるとあの音痴っぽくなるんです。これがですね、僕が思う人間の声に近い感じ。人間ってね、こんなパー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 ってものすごく完璧に音出る人っていないんですよ、やっぱりね。だからちょっとよれたりするじゃないですか。その、ちょっとしたよれとかしゃくりの部分にあの人間味を感じるので、ギターとか楽器にもそういうのをちょっと意識、めっちゃ外れたらただの音痴になりますから、気をつけてください。これを今わかりません、ね、ちょっと変わりました。このぐらいみたいな、これね演奏すると、非常にその、歌っているかのようなメロディーに生き返りますので、これをじゃあどうしたらいいんですかって、やっぱ僕は技術というよりはあの耳をやっぱこう鍛えなきゃダメですと言っています。この音と、今ねちょっと変わりました。ここまで変えると分かるんですけど、わかりますね。でもこのぐらいの音でもね、あの勝ったってわかるぐらいのね耳をこう鍛えるという、
うん、これはね食べ物と一緒ですね。いい音楽を聴くとすごくやっぱり耳が鍛えられますから、その辺は何がいい音楽ですかって言われちゃうとここであんまりこう例えばって言えないんですけど、自分の好きな音楽をしっかりこう聞き込むっていう感じですね、うん、もうやっぱりその辺は本当に料理食べ物と一緒だと僕は思いますから、良質な音楽を自分の中にたくさんこう耳を肥やすっていう感覚を得るようにしてください。ギターを練習する時間も大事ですけど、音楽をちゃんと聴くという時間はもっと大事だと思いますので、どうしてもねみんなギターを練習してるのに上手くなりませんという質問ばかりをされるんですけど、それはちゃんと音楽を聴いていますかって言うとはーってやっぱりなるので、僕はそういえばタウフばっかり見ているみたいになりますので、それよりももっともっと耳で音を聞かなければ、自分の音は多分成長しないと思いますので、そういうところも気をつけてください。はい、次もいきますと、これはね次のページの2ページ目のあれですかね、ちょっと早いところがあるんです。1ページ目はだいたいそんな、2ページ目の終わりのあたりから3ページ目の頭のところですね。2ページ目の終わり、これですね、っていうのがあります。2ページ終わり目、3ページ頭ですね多分。これがですね16分音符8ビートの曲と言いましたけど、16分音符でのシーケンスパターンといって、要するに繰り返すパターン、これもね16ビートで6個取り 1,2,3,4,5,6 っていう繰り返し、6個取ってることでずれていくことがスピード感が出るフレーズです。うん、これも、これはですね、これもストレッチが決まっていますので、14フレットからこの10の形をキープしながら、で2弦は薬指で、ピッキングを1個抜いている分、結構スピード感出しやすいと思います。フルピッキングでしない方がスピード感が出ると思ってあえて抜いています。うん、これよりもこのスピード感が出ると思います。これはね本当にギター始めてすぐでは絶対できないので、僕はできませんと言われたらそれは仕方ないですと僕は言ってますから、安心してください。こんなもんすぐできたら困りますからねちょっとたまったもんじゃないですか、30年もギター入れてきて、これすぐできたらええと思いますから、ね、天才少年現ると言って、僕はすぐに応援してあげようと思う。その子を、ラスベガスに連れて行った方が僕はお金持ちになれると思いますから、その大人としてね。でもこれは本当に時間がかかりますので無理しないでください。無理してここは痛いとかいう人がいますから、そういうのだけは絶対に避けた方が、しんどい時は休むというね、うん、でこのあとテラテラテラ、ここねもうこの形と同じこのプリングを2回入れてあります。これちょっと難しいんですけど、このプリングはまあちょっともうここと同じなんで、ちょっと頑張ってもらうということで割愛しながら最後の、これでもわけのわかんスピードになってますから、これ許してもらいたいです。テンポ170で6連符いったら結構早いと思います。ピッ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 って言ってる間に6発音入れるわけですから、ピッピッの間にバーって入れるわけです。バーっとしか言わないでしょ、そのバーっと、はい、これが入っています。1個の、そうですね、2小節に12音入ってますから、これはもうはっきり言って勢いで、うん、勢いです。これはもうそれ以外にもう方法はないです。もうあね、これはね、この間はもう何でもいいやこういう感じですそれはいいのかって言われます。いいんです。これね、これね100発100銃弾けたからってね、特に得になりません。これここは勢いがとにかくやっぱりブワーっとこうこれね、まあ僕結構弾けてるからいいじゃないですか、もうということで許してくださいで僕は人の演奏をこのぐらいやれてたら何を見るかというと、この最初のスタートの音、そして最後のこの決める音、この音をしっかり弾けてる人は僕は大丈夫と言います。でもこの音をいい加減にしてる人はやっぱりちょっと感覚が分かってないなと思ってアドバイスをします。やっぱりちゃんと弾こうと言います。ちゃんと弾けてないって思ってる人は自分がよく分かっていることなので、ちゃんと弾けてる人に限って結構そういうこと言うんですけど、僕はそこは大丈夫ですよと、ここをしっかり次の音を決めてください。この音がとっても大事です。最後のこう、メロディーの重要な音なので、この最後の10フレットの1弦の音をとにかく目指して、上昇するイメージ、ドルルルルってですね、これ
ような感じで、指は別にどの指でもいいんですけど、僕はまあスライドさせるんで、左右こうなんで、こうなっています。この時に他のギターの弦の音もノイズを出さないようにすごく慎重にやってます。となります。この、メロディーもちょっと難しいのは、メロディーが1個、半拍前に入ってる1、2、3、4、テン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 という音が入るんです。これこの音を、半拍前に入れないという人が意外に教えているので、そういう人も、いますから、やっぱりさっきのシンコペーションとか8ビートのこの裏をで、ね、この裏ですね、このこうやって叩くのは誰でもできるんですけど、このテッツテッ、分かりますかね、こっちちっちゃい動きがありますね、この動き、この動きを、この動きってね、結構ね手首のこの軽さがないとできないんですよ。でれれれでれれれってね、これが意外とできない人がいてですね、わーってなるんですけど、別にこれできるならうまくなるわけないですけど、手首の柔軟性っていうのでは非常に重要ですから、こういうようなこの8でこう返せるようなわけね、今やってねちょっとできなかったら傷つくと思いますから、家に帰った時にこれをこの曲に合わすと意外としんどいです。これね1分でもしんどいんです。でも1分ぐらいこれを完璧に、さすがいいですね、できてるよ、うん、いいと思います。あのぐらいね、あの素直な頃に戻りたいですよね、やっぱりね。なぜ違うかというとですね、失敗が恐怖じゃないという年齢なんですね。僕らはね大人になるにつれて、失敗したらどうしようということの気持ちの方が大きくなってしまってですね、そこに多分差があってですね、僕がずっと少年の心を持っているおかげですね、常に挑戦して失敗しまくるという、はい、その勢いに、あの子だとまだ可愛い毛があるんですけど、僕が大人になった姿でこの勢いがあるとみんな怖がるという、この勢いによりみんながうまく見えてしまうという、こういうポジティブな部分も大事ですからね、ぜひ参考にしてください、はい、もう絶対になんかこういうのっていうのは、僕すぐだからやってみようと思って、これ好奇心だけはちょっと旺盛なタイプなんでね、ラッキーでしたけど、だからこういうことを教えましたけど、その誰もがね適当でいいやなんて思ってないと思います。僕ももちろんそうなんですけど、その物理的に無理な人は多分います。なのでそういう人たちに無理にここが弾けなきゃこの曲がやっちゃダメだとはどっちな、僕は違うと思うから、自分ができる範囲でかっこよく決める、そして全体的に良ければもう僕は問題ないという考えのタイプですから、そこは心配しないでください。ここが弾けてないから僕は弾けませんという子は結構多いんで、若い子たちにね、そんな風に思わないでほしいなと思います。はい、この早いところを抜けてその8ビートの裏から入ったところの、次のだからページのさらに4ページ目になりますかね、これ、その僕この曲が唯一弾けないと言われる場所があります。4ページのところの早弾きの2小節があるんですけど、まあ、明らかにこのフレーズ譜面では一番音数が多い部分が、あります。4ページ目の2段目ですね、これはですね、もう何をやってるかわからない世界に突入していると思います。僕も歌えるんですけど、弾くのと歌の連結させるのは難しい世界ですね。難しいなと思います。これは、ただコード進行的にものすごい大事なところなので。こうやって弾くとね、全然ロックっぽくないこじゃれた雰囲気になりますね、もうボサノバかと思わせる曲バレね、これだったらまた歌いやすくなるんですけど、このコード進行をロックで聴かせるとなると、ものすごいやっぱコードのその雰囲気を出すために、外してはいけない音というかっていうね、この最初の1小節はすごくメロディーが大事なんですよ。これね、マイナー7フラット5と言いまして、これね、めちゃめちゃ絶望感がないギリギリ感があるコードと言います。絶望感を足すにはディミニッシュというコードになりまして、これね、これもうもう最後だなって感があります。サスペンスチックなこの、サスペンス劇場にあるコードのやつです。はい、ゲームとかでも怪しげなコードに使われるディミニッシュというのがありまして、
これをですねちょっと希望を持たせたのがこのマイナーセブン、はい、ちょっと悲しいぐらいに終わりました。これがですね重要なのがちょっと和音階みたいですね。これ間違えるともう終わらないっていう、そのずっと転がり落ちていってしまう人みたいになります。これを終わらせる、はい、でも後半がずっと転がり落ちました。この後半の一小節はオルタードスケールといって、終止感がその終わり感がないない感じです。これもっと終わり感がないとあれですね、ホールトンスケールと言います。理科の実験とかで親っていうやつです。どうしたのかなこれは。やりますね。こういう時の不思議な感じの音になっていまして、このコード感がはっきりしたマイナーセブンスフラットファイブのスケールとオルタードが連発して2小節で。畳みかけるに入りますので、ここのところはその最初は、メロディー、後半はリズムっていうこの、考えの使い分けをしっかりしてください。こう最初はメロディーを抑える、ここまでだ。あとはもう、はい、これも大丈夫です。余計弾けまっていうね、どんだけ下がってね。これ音的にものすごい増えました今。でもめちゃ落ちた感があるんですけど、音程的にはおかしいじゃないですか。オクターブ以上離れるとやっぱ音楽的な聴いてる人に違和感があるので、ちゃんとその、はい、こういう感じで落とします。ここのところの後半のだからフレーズはもう手の形だけこの覚えてしまって、あとはこのテキ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 ドーン、この、右手の16ビートをしっかり合わせて最後のこの音、はい、この F シャープの音にピタッと合わせてコツさえできれば、あとはもう、この希望に向かう感じのメロディーにやっといけますので、このもう地獄のように落ちたところまでがもう本当に緊張感がありますから、これさえできたとなったら、まさにフューチャーデスネーションという曲を体験できると思いますので。と言っても難しいんですよね。皆さんが参加してるかと思ったら同じ人が何回も弾いてるというのを僕7アプリを見た時にいたので、5回ぐらいそんなに挑戦するならもうちょっと練習してからしてくれよと、何回でもできるみたいです。だからそれで人気がある人が多分1位になるんですけど、はい、なんかこの辺は、しっかり練習したかっこいいのを見せるという、この辺もこだわりだと思うんですけど、僕もやっぱりかっこしいですから、やっぱり極力いいものを見せたいので、まだまだできるなってギリギリの日数まではちょっとやっぱり見せないっていうのは分かる気持ちが、ただ多くの人はそこでも見せないで終わってしまうことが多いので、一回ぐらいやっぱりこの恥をかいていくっていうのは非常に大事なのですね。失敗をこう繰り返すと、成功につながるという僕の感覚の身としては、その失敗を逃げてると、ね、大きな失敗を犯す時がやっぱありますので、だからやっぱり小さな失敗をこう繰り返してですね、成功に導くというスタンスは非常にギターとかこの音楽の楽器の上達には大事だと思いますから、はい、コンクールでも何でも、はい、ずっと2位の人もやっぱりいずれは1位取れるというパターンありますので、そういうのを考えて練習してください、はい、で最後の、まあ、もう最後のところの譜面の最後いきますけど、この最初に教えたなります。この繰り返しの後にこの、この、ストリングスキッピングですね、2弦を今飛ばしている、これ本来なら2弦をこれジョイント弾けばいいんですけど、そうですね、当時ポール・ギルバートさんという人が結構今後濁るのが嫌いとということでこの、飛ばす、これねでも手がね結構大きいとは楽ちんなんですけど、あんま飛ばすとノイズが増えるんで、ポール・ギルバートさんはもうそうですね、めっちゃもう193ぐらいありましたから、まあ、このぐらいの人なので、手もまあ 1.5 倍ぐらいでかかったですから、
まあ、あんな人だったらまあやります、僕はやらないという結論なんですけど、なぜそれやってるかって言ったらやっぱりこの今時のフレーズですから、ストリングスキッピングってやっぱ90年代以降のテクニックなので、僕がギターを始めた頃にはあんまりなかったテクニックです。でも教える身としてはやはりこういうテクニックを入れないと、俺の時代はなかったぞとかいうような大人になるとちょっと僕寒いと思ってますから、僕は常にあの人の若い人たちのテクニックを盗みまくって自分のものにしていくという、この進化する年寄りなので、70歳ぐらいで今ぐらいいったら多分やばいおっさんになるというおじいさんになってですね、その時のが話題なんじゃないかと今かすかな期待をしていますから、80歳ぐらいで今ぐらいいったらちょっとシャレにならないじゃないですか。で20歳ぐらいの人に尊敬される80歳みたいになるとちょっとラッキーかな。そのためにね考えてる演奏はやっぱり極力力を抜くことです。その力を抜いて弾くっていうのはですねすごくやっぱ難しくて、音量がちっちゃくなるんですけど楽に弾くとね、その代わりやっぱりスピードをしっかり僕は振ります。この弦っていうね結局このパッとこう振るこのスピードと、それで弦が振動してこれが拾っています。これがねあーって聞こえるマイクになっているので、このマイクをいかにうまく使うかっていう感覚なんで、でさっきのようにこの動かないっていうのはまたこれ力いるんですね、動かないにするっていうの。だからそれのバランスをいかにこう脱力して左右のバランスが均等に取れるかということを一生懸命研究してギターを弾いていますので、これからよりあの力を抜いてしかも音がしっかり出るということを目指していますので、このねイメージを、踏まえてもう一回だけこの曲弾きますので、あの今言ったおさらいのところを見ながら、ここからようやく1時間、素晴らしいタイミングで1時間経ちましたので、大体この後はギターを弾きまくるという姿を見てもらうという体感セミナーに移りますが、その前にこのフューチャーデーションを改めて見てもらえればと思います。じゃあ、稽古等が終わりステージタイムということで、よしもう一回弾きます。行きましょう。